これ頭の中に回路入れてるのよ。全くあったかくないんだけど、これ全くあったかくねえよ。頭の上に回路、なんか坊主だからなんの肌に当たんないんだよ、直毛すぎて坊主で。全くあったかくないんだけど、これでいいか。あ、これはあったかいわ。でもこうしとこうか、冷えピタ風。これでいいわ、これあったかいわ。首の後ろ入れとく、それいいね。首の後ろ、あのね、張ってても全くあったかくない。張ってても全然あったかくないわ。背中とあの腰張ってるけど、やばい、とうとう鼻水均衡が破れた。これ鼻水バになるからね、早く拭き取れます。鼻水があれ、とうとうあれ、ありがとう。 FL さんすいません、あったかい飲み物もらったんですけど、ちょっとトイレ近くなっちゃうんで申し訳ないです。でリスナーさん、最後に超重大発表あります。ちょっと充電するわ。お疲れ様でした。今日の最後、超重大発表あります。あ、久しぶり、ありがとう。やばいよ、やばい、マジでやばい、重大発表あります。ガチ、4時からやる言ったらすぐ来る。銀のたぬきさん、あれ本番来てくれるのかな。天然さんに一言お願いします。何がですか。俺ふわっち見てないから何も知らないです。ふわっち見てないか俺、配信が YouTube だけずっと見てます。34センキュー 142.34 センキュー、すや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 、トムソーヤー、ありがとうございます。子供生まれたの、おめでとう。で、俺の重大発表の方がすごいよ。ちなみに天然さんの重大発表より俺の重大発表の方がすごいから。あ、下がったの、29下がっちゃったね。いや、ラーメン屋やろうとか、ラーメン屋なんかやるわけないじゃん。島屋のとこ行ってラーメン屋やろうって、ラーメン屋やとか、あの月に100万もらってもやりたくないわ。ブラックすぎて。あのね、リスナーさん、飲食店なんかあのやるやつバカだよ、はっきり言って。あの個人店ね、個人店の話、ほとんどの飲食店そうだけど、あのね、料理を、リスナーさん、
料理を作るのにまず何時間かかるの？4時間ぐらいかかるんだよ。ちょっと考えたら分かるじゃん。料理をお店で出す、振る舞うね、お店でお客さんに振る舞う料理作るのが4時間ぐらいかかるんだよ。でそれプラス営業するのが8時間かかるんだよ。12時間以上最低働かないといけないんだよ。アホなの？ちょっと考えたら分かるじゃん。あの店をオープンするのだけでも8時間オープンしないといけないのに、それプラス料理作らないといけないんだったらブラック企業確定じゃん。アホなのほんま。 なんでそれにもかかわらず飲食店やるバカが後を絶たないの？しかも競争率も高いしね。半分以上潰れるからね、飲食店で、飲食店できた1年以内に半分以上潰れます。だから大手ぐらいじゃないとやる意味ないよ。どんだけあれ物好きなの？ちょっと考えたら分かるだろ。いや儲からない、儲かるわけないじゃん。ちょっと考えたら分かんのね。あとコンビニの店長もね、コンビニの店長もどこのさ、これも何回も同じ話すいません、どこの馬か馬の骨か分かんないおっさんをね、どこが雇うんだよ。それは裏があるって分かれよ。あのボロ雑巾のように使いたいからね、どこの誰か分かんないような馬の骨の おっさんを雇うんだろう。だって本当にね、本当にちゃんと考えてるのであれば、ね、自社の社員使ってコンビニの店長させるだろう。どう考えても、そんなのちょっと考えたら分かるじゃん。それでもなんでフランチャイズでさ、コンビニの店長やろうとするの？バカなのほんま。ちょっと考えたら分かるじゃん。ほんとアホなやつばっかだよね。そう、むしり取られるだけだから、そんなんやって。いや、いじめてないよ。そういうバカがいるからブラック企業は後を絶たないんじゃん。あのねリスナーさん、あのねリスナーさん、あのブラック企業をね、ブラック企業でも働くバカがいるやつのせいでブラック企業なくならないんだよ、ね、ブラック企業だったらみんながすぐ辞めたらブラック企業ってなくならないの、リスナーさんね。ちょっと考えたらわかるじゃん。なんで辞めないの？いや、飯食うためてバイトした方が割に合うじゃん。時給1200円のバイトしたらいいじゃん。俺時給1200円だったけど、この前の働いてる工場の会社。寒いよ。いや、自分の価値観って、あのね、30号さん、コンビニの店長がどんなに大変で、あのどんなにこき使われてるか知ってるの？何も知らないんだよ、ほんま。あの何時間働いてんのか知ってんの？コンビニの店長ってあの16時間ぐらい働いてるからね。ま、マジで。それで、あの何、大したロイヤリティもアホみたいに取られて、廃棄量も全部はオーナー負担だよ。あれ売れなかった弁当廃棄するのも全部オーナー負担だよ。儲けなんかあるわけないじゃん。いや、モンクレールあるよ。お前帰ってモンクレール見せたら花火2発投げろよ、クソ野郎。あ、リーさんありがとう。特命さん、重大発表は最後にやります。今日のフィナーレ、ちょっと銀のたぬきさん、嘘こめかよ。リスナーさんやばくない？銀のたぬきさんひどいわ。何がさ、お金あげるからダウンコート買えだよ、まあ、やばくない？もうは30分経ってんの来ねえじゃん。まあ怪しいと思った。アイテムだって投げてないもんね。アイテム付きで普通さ、
アイテムもつけずにさ行くって言われて、それ信じた俺がバカだったわ。いや時間で16時ちょっと過ぎた過ぎになるって言ってもう30分経ってるじゃん、まあ、やばくない？だからこの機能いらないんだよ。銀とタヌ、銀のタヌキと金のタヌキね。これでほんま何回騙されてんの俺。この前も金のタヌキの人来てさ、爆投げしに来ましたって言って金のタヌキ米で書いてさ、期待して待ってたら、ふざけんなよマジで。投げしで嘘つきいる。いやだからアイテム投げる人でも悪いやついるよ。アイテム投げる人基本いい人だと思ってたけど、もう終わるか。18時も18時ちょっと来たら来る人も多分来ないよこれ。もう終わるわ。あの本当に来る人います？今もう終わります。いなかったらもうまた騙されたわほんま。めっちゃ準備してさ、往復400円かけてきたのにね。いや早すぎて。ゼロに、ゼロ。もうアナゴバーサスウナギやるか、どっちの料理賞もやろっか。引いてくわもう。とりあえずちょっともう建物の中入るわ。とりあえず来たらここの場所戻ってきますんで、とりあえずちょっと中入るわ。寒すぎてやばい。ひでえわほんま。もう穴子屋さん行っていいですか？寒い。なんか建物の中入るとこないの？低いわもう。ガチャガチャとガチャガチャとガチャ。寒い。あったかい。寒い。ドル円まだ持ってる。兄さんもう終わったわ。気が上がらなかったね。もうドル円も下げてるから終わったわほんま。10万負け確定です。あの本当のリスナーさん最終確認ですけども、来る人いませんか？リアトツ町、リアトツ町も来る人いなかったらもうどっちの料理賞やるんですけど、まあ騙されたわ。何がさ、ダウンコート買っ、お金あげるからダウンコート買ってくださいで。ふざけんなよ銀座たぬき。あ、マジっすか、1時間で行ける。じゃあ、待ちます。ありがとう匿名さん、ありがとう。サンタの方来てくれるの、また戻ろっか。じゃあまた戻ります。寒い。あ、もうドル円終わったわマジで。ひでえわもう。あ、中いてください。ありがとう。じゃあ、来たらディアトツ町に向かう方向で行きますわ。
すいません、来たら、あのここにじゃあ来たら呼んでください。もうちょっと寒すぎるので、ここのあの3地下前、この JR 阪急阪神乗り場、ここを来たら呼んでください。この近辺いますんで、もうちょっと寒すぎて無理だわ。なんかないのかな、入る浜風しのいすすとこ、地下街電波あるかな。なんで外っていうか、普通外でしょ。どこでやるんだよ、貸し切るの店。いや来る人っていうか、別に申告しなくても来てくれたら嬉しいけど、だ開始して30分経って誰も来なかったじゃん。サンプラザの中ってどこですか。嘘、ドル円もう終わったわ、ひでね。ドル円もう16だって、ひで、40ピピ下がったね。56まで上がってたのに、ひどいわ。もう終わったわ。 PC って10時半ですか。あった、よかった、リスナーさん、とりあえず雨風しげるとこ、よかった。ここだったら怒られないだろう。ここでよっか、あったかい。あ、よかった、ここでちょっと休ませてもらおう。あ、寒い。あ、よかった。だって来た人いた、あれ向かいますね。来た人いたら来てくださいね。近くに行きますんで、近くまで来た人いたら言ってください。ちょっともう寒すぎて、ちょっともうここで待たせてもらうわ。ここでも寒いからね。10時半、パウエルありがとう。10時半も配信やろっか。売り圧力よ弱まる。もうもはやどっちがね、どっちが順張りか分かんなくなっちゃったよね。上げるのかな。三宮の駅近くだよ。あの348号さんが来てくれるの、あの来ない人がそれ聞くのもうやめて。あなた来ないでしょ。来ないのにそれ聞いてどうするの、マジで。冷やかしやめてくれ、ほんま。光ってるみたいなバッグ、なんかインスタ映え。これスクショタイムですよ、リスナーさん。スクショタイム設けます、これ。スクショタイム。悟り開きました。終わったわ、もうドル円終わった。もう終わったマジで。56で逃げたよかったね。あ、絶対上がる思ったのに。もう含み損また10万になっちゃった。もう損切るか、ドル円。20まで戻ってきた。もう無理だわ。56から40ビビ下がっちゃった。
対勝てない絶対勝てないようにできてるわ。もう終わったわほんま。せっかくまだ1回やるとしてるし、ほんまかよ。夜支払いほんまかよ。もううなぎバサさ穴子やっていいですか。飯食うの1時間もかかんないでしょ。リアトツ告知 してくれてる人1時間後って言ってるから、もうさっき食べようかな。あの穴子専門店めちゃくちゃ有名店あるんだよ、ここの近くに。事前告知やってるよ。ツイッターつぶやいてます。あー、名古大の達人にありがとうございます。 あれ初投げありがとう。匿名さんありがとうございます。2文字の方、いや特定されてもいいよ。じゃあちょっと穴子先食べてください。先さっさとそれ穴子バーサスうなぎやるか。18時15分頃大丈夫。大丈夫です。ほんまに来てくれるんですか。もう嘘米だらけでもう信じれないですわ。もう誰も銀のたぬきさんも来てくれるっていう点が来なかったし、もう何も信じれないよ。今ゼロ人です。一応一人の女性の方が一人来てくれます。1時間後に。じゃあ穴子先やっていいですか。今来る人います。さっき穴子食べに行っていいですか。どっちの料理しよう。もういないってことでいいですか。どっちの優勝先やりますね。じゃあもうあの食べてないっていうのもあるんだと思う。寒いの今日何も食べてないから。さっき飯行こっか。とりあえず地図出すわ。食べてありがとう。ちょっと待ってね。300m です。なんと出発します。センタープラザ西館へのでの経路案内を開始します。おい音やめろよ。死ねよ音。バレたんだけどいきなり。もうまあいいわ。よし。マジだるいんだけどほんま。とりあえず地上に出ます。オッケー。あともう 300m。 めちゃくちゃ近い。 300m で着くわ。地下から行き方わかんないわ。プロじゃない。だからもう書かないでくれよ。もうしんどいわもうお前らマジで。分かってても書くなや。もうマジで鬱陶しいわほんま。黙って見れないのかなほんま。
けど、あともう 150m。 耳凍る。もうブロック入れていきますね、しつこいの。さよなら。嘘、15時終了なの？何時からスタートですか、それ店。何それ。何やねん、それ。もう何やってもうまくいくよ、もう。なんそれ閉まってるの？どんだけついてねえんだよ。いや調べとけって。普通に営業やってんのは調べてるよ。21時までやってんのは見てる、ホームページで。どこ？どこだ？リスナーさん、今日ほんま寒いわ。これ何度なんですか今日？あのね、足が靴下と靴履いてるのに足凍ってきたよ。足の感覚なくなってきた。今日マジで寒いわ。あ、餃子は見えて知ってますよ。ひょうたんでしょ。餃子行こうやって、この辺の餃子の名店も全部調べてます。ひょうたん、ひょうたんでしょ。知ってるから。ここ、ここですか。ちょっと待ってね。あった。地下1階。よいしょ。足の感覚なくなってきた。エレベーターの中暖房効いてる。寒い。もうここ行きようかな。エレベーターの中あったかい。だけしばらくここ行ったよ。3度なんだ。どこで寒いやってるの。ちょっとリスナーさん、ガラガラなんだけど。やばくない？ほんま、今にじゃあんの？誰も来ないんだけど。誰も通ってない。ガラガラ。